ローデンバッハは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州マイン近追飛軍の町村である。ローデンバッハは、ハーナウ近郊、フランクフルトアムマインの東約20キロメートルの、ホアシュッペッサルト辺縁部に位置し、その大部分が、ヘッセンシュッペッサルト自然公園の一部である森によって、占められている。同名の小川の両岸に二つの地区がある。この川は、ローデンバッハ南西部のブーラウの森を流れ、 近地日川に注ぐ。近地日川は、ローデンバッハの北を、ハーナウ方面へ流れ下る。ハーナウ以外の近郊の大きな町としては、ランゲンゼルボルトがある。ローデンバッハは、北は、ランゲンゼルボルト、北東は、ハッセルローと、東は、フライゲリヒト、南はアルゼナウ及びカールアムマイン、西は、ハーナウ、北西は、エルレンゼーと境を接している。ローデンバッハは、 人口約8700人のニーダーローデンバッハと約2400人のオーバーローデンバッハの2地区からなる。ニーダーローデンバッハの中心部は主に17世紀から18世紀の木組建築が立ち並ぶ。歴史的に重要な建築がプロテスタントの教会である。この教会は規則正しい幾何学的な平面と高いボンネット型屋根を持つ教会等。 ヒルデフェルバーによる二つのステンドグラスを有している。教会のすぐ隣には、郷土博物館や町立図書館がある。1984年に改修された郷土博物館の建物は、1717 17年に、町長々ドルのために建てられたものである。その後100年間は、上級営林所の所有となっていた。1835年から1877年まで、 町はこの建物を学校として利用したが、その後は住居となった。1737年から1738年に建造された石造りの基礎を持つ木組建築である、旧庁役場の前から、ローデンバッハの19の史跡をめぐる、周遊路がスタートする。オーバーローデンバッハでは、カトリックの教区教会であるセペテロ・パウロ教会や、18世紀に、 祀られた四体の農村らしい路傍のキリスト十字架像が特筆に値する。キリスト像は四つの方位を示し、それと同時にキリストのモチーフによって正しい人生の方向をも示している。ローデンバッハの詳細な成立時期は判明していない。ローデンバッハの長域には石器時代や青銅器時代の集落跡が認められており、リメスが通っていた。集落の名前はおそらく ロドニエーム・バッハに由来し、時代とともに、ローデンバッハに変化したと考えられる。集落名の最初の文献上の記録は、1025年に、なされている。ルーカーという名の貴族が、ゾンボルン、ローデンバッハ及びゼイリゲンシタットの所領と、古田修道院のリュードルフェスミュンスター及びゼルハイムの所領とを交換した記録である。同時に、親族のルプレヒトに一部を送り、 自分の代わりとして兵役を委託している。ルーカーは残りを自らの生活の糧とし、死後にルプレヒトに移動するとしている。ルーカーがローデンバッハの全域を有していたのかどうか、彼がこの村を創設したのかどうかはこの文書からはわからない。さらに確かなローデンバッハの記述は13世紀に再び現れ、14世紀にその数が増加する。 1222年の裁判記録にローダンバックの男たちがマインツのシュテファン修道院とハーナウの森の土地について争っていることが記録されている。リュッキンゲンの騎士ゲルハルトルーシェブッシュがマインツの聖職社会とローデンバッハの所領を争い、失ったが訴訟を起こしたというものである。1241年の事例ではローデンバッハの礼拝堂について初めて言及されている。 グロースクロッツェンブルクの司祭であったブルーノという名前の聖職者が礼拝堂の保護権についてハーナウ博に苦情を訴えた。ローデンバッハの礼拝堂はグロースクロッツェンブルクの教会の会期間に過ぎないのだから新しく任命されるその担当聖職者の任命権はブルーノにあるという内容である。しかしこれに対してハーナウ博は すでにこの保護権の行使については履行されており、こうした権利は自らにあると反論した。裁判所はこの主張を受け入れ、ブルーノの訴えを退けた。けた。1337年には、ローデンバッハの教会に関する証拠が初めて現れる。これは、大天使ミカエルに教会を剣道することを許可した、セイミヒアイル教会に対する許可証の断片である。しかし、 このミハイル教会の建物が1241年に言及されている礼拝堂であるのか、それを増築あるいは建て替えたものであるのかは不明である。こうした13世紀から14世紀の資料からは、ローデンバッハがすでに二つの集落からなっていたのか、どちらか一方だけであったのかという証拠は見つかっていない。しかし、14世紀から15世紀の文献には、オーバーローデンバッハに、 マインズのペテロ修道院の土地が記録されており、これに対してニーダー・ローデンバッハは明らかに、ハーナウハクの勢力下にあることが示されている。ニーダー・ローデンバッハと、オーバー・ローデンバッハとを区別しこの文献には、何がロクプフェニヒであったのかという記述も、ローデンバッハスペリオリすなわち、オーバー・ローデンバッハに関する記載もない。しかし、ニーダー・ローデンバッハという名前が記載されていることから、 1338年には、オーバーローデンマッハも存在すると考えるのが、自然である。1493年に大化がこの村を襲い、多くの人命が犠牲となった。多くの家屋の他に、教会もすべての備品とともに破壊された。犠牲者の中に3人のユダヤ人男性と7人のユダヤ人女性が含まれていた。これは、ハーナウハクが埋葬に関して質問するために、 フランクフルトのユダヤ人コミュニティに質問した2通の書状から判明した。ユダヤ人家族に関する文献上の証拠はその後の世紀にも常に見られ、15世紀末から国家社会主義の時代に至るまで、ローデンバッハにもユダヤ人社会が存在していたことを示している。ニーダーローデンバッハのプロテスタント教会、ローデンバッハにおける宗教改革のため、 ニーダーローデンバッハの牧師ミハエル・バインブレンナーが昇聘され、1527年に着任し、1556年までこの地にあった。バインブレンナーは、ハーナウ博領の他の牧師たちと同様に、速やかに宗教改革を遂行した。1549年に、マインツ大司教の命令によって巡殺が行われるまでカトリックに泊まっていたのは、 白梁内の22の教区のうち、わずか5教区だけであった。しかし、1527年以前にはすでに、教会側からの働きかけが必要な状態であった。1525年と、最終的には1527年に、ローデンバッハの農民たちが1468年に創設された、ボルフガング修道院を破壊した。この修道院は、 現在はその後だけが残されている。修道士たちの理想的とは言い難い素行に対して非難がなされた。暴力や宴会が非難の的となった。農民のこうした行動に対してハーナウ博は処罰を与えなかった。宗教改革は宗教上のみならず社会生活や文化活動、特に教育に影響を及ぼした。これはルターのパンフレットにある ドイツのすべての町の資産次会にキリスト教の学校を設立し運営すべきであるという文言に直結していた。ここで16世紀後半までハーナウにも学校がなかったことに注意すべきである。1606年になってやっとフランクフルトの最初の学校が記録されている状態であった。一方、ローデンバッハでは早くも1540年頃に 学校教育が始まっていたという証拠が見られる。さらに、ニーダー・オーデン・バッハは、1539年の聖マルティノスの日に、ハーナウの学校教師に、それまで1年分の報酬1ギルダーを支払っている。しかしその後、ハーナウからの請求はなく、こうした支出は記録されていない。1544年に、シュトラスブルクの歌の本を2冊購入したのも、 教育の方がとみなされている。このうち一冊はもちろん牧師のものだが、もう一冊は助手の手に渡り、合唱が奨励された。最初の本当の学校は、1600年頃の世紀の変わり目にあったことが証明されている。その教師について1599年にすでに最初の記録が残されている。ニーダーローデンバッハとオーバーローデンバッハとの境界分離は、 16世紀から17世紀への変わり目に起きた。1596年までオーバーローデンバッハの教会組織はニーダーローデンバッハ教区の主教会であり、1527年からミヒャエル・バイン・ブレンナーの働きによってプロテスタント化されていた。この教会組織はその後短期間ゾンボルン教区に移されたが、1597年には理由は不明だが、 グロースクロッツェンブルク教区に移された。ゾンボルン、ついでグロースクロッツェンブルク教区への移管に対するマインズのペトロ修道院の関与は推測の域を出ない。当然ながら対抗宗教改革の類が想像される。しかし、ペテロ修道院とハーナウ博との間の経済政策をはじめとする様々な面での相違を無視することはできなかった。こうした事情から、 修道三次会は、我々の村とハーナウ博の村とのやり方の違いを明らかにするために、我々が漁するオーバーレーデンバッハとハーナウ領のニーダーローデンバッハとの結びつきを遮断し、制限するとした。しかし、宗教上最も重要なことは、二つの村の宗教的分離だけではなかった。ニーダーローデンバッハでも、プロテスタント系住民の中で宗教的分裂が進行していた。 1686年から小規模な福音主義、ルター派教会がこの村に設立されたことが証明されている。その起源はこの村への移民に起因している。彼らは1689年に現在のキルヒ通り4番地、かつての領主の上級営林所に教会見学校を設け、当時では決して当たり前のことではなかった自由でオープンな宗教行為を行う権利を有していた。 1818 18年のハーナウ連盟によって、これらの教会は大きく改革された組織となった。ローデンバッハの中心部キルヒ通り1970年のヘッセン州の地域再編に伴って、それまで独立した町村となっていたニーダーローデンバッハとオーバーローデンバッハは、ローデンバッハとして合併した。2000年にこの町は、 最初に記録が残されている1025年から数えて975周年を祝った。ニーダーローデンバッハの防衛塔。頂上にコウノトリの映像台が設けられている。ローデンバッハは周囲の他の町とは異なり、住宅地の開発が行われていない。2005年に町外れに小さな産業地域が作られた。ここには主に食料品のマーケットや、 専門店センターが設けられている。この街はよく整備されたインフラストラクチャがある。アドルフライヒバイン基礎家庭、本家庭、実家学校や多くの幼稚園がある。また、一般医や専門医、薬局、手工業者、飲食店、小売店も多くある。約100団体のクラブやサークル、協会が住民に多彩な余暇の過ごし方を提供している。特筆すべきは、 古い町の中心地にある近代的で大規模な図書館やプールをはじめとする様々なスポーツ施設である。周囲は散策やジョギングあるいは自転車、オートバイでのツーリングに公的な条件を備えている。ブーフベルク島からはマイン・キンツィヒ群衆にハーナウやフランクフルトアムマイン、タウヌス山地に至る素晴らしい景観が得られる。町の広報誌はローデンバッハクーリエという。 この広報誌は毎週刊行されており、広報や教会からのお知らせのほか、様々なサークル報告も掲載されている。近年、ニーダーローデンバッハ郊外の近畿ヒアウビーゼに、コウノトリが再び飛来するようになった。かつてはとても多くのコウノトリ、ニーダーローデンバッハの防衛塔にあるコウノトリの巣が、この町の象徴になっているが、放乱する、津害による利用はない。 ローデンバッハの町議会は31議席からなる。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。